はセイントです風貌がその言い方ある風貌がね相当変わりましたので、そうですね、見た目はちょっとワイルドになりましたけれども、はい、メインキャラクター対決になりますね。対するはアメリカの最強格のプレイヤージミーミスターナップスです。これどうなんですかね、これどうなんです、中間距離が要になるような気がしますよね、はい、でまあそのジミー・ジェットランナップスとしてもやっぱりアメリカにアナキンという強いジャックがいるんで、はい、大会優勝するときって大体そのアナキン倒してるんですよ。そうですよね、なんでまあジャック戦自体はかなりやれてると思うんですよね、はい、さあ中間距離です。ここはジャック側としてセイントとしてはお入り込んできました。そして追い払うバイオレンサッパー、運びもうまいですね、完璧です。まずは取ったのはセイント。ジミーとしてはやっぱりちょっと潜り込むのに苦労するかなという感じですよね。うまいライトニングブロー、挑発ジェットアッパーのミスをケアする動きがもう構築されてますよね。エルボースラッシュが起き上がっている。おフライングニール、ハンキックしっかり、おなるほど、マスターのマキック運んでハイキックからダメージじゃねえぞこれ。おーっと、いやーうまい、スラッシュを受けたか、どうだ、どうだ、間に合わない、間に合わない、際どかったですね。レイジドライブがありますね、レイジドライブ残してますよ。だから右パン置くか、どうだ、ハマー行くのかよ。あー、まあ、そうですね、ドライバー打つでしょう。そうですよね、なりました。ドライブを打ってもブライアン側が有利なので、その後また2択を仕掛けられます。二の矢がある、あーなるともうクイックグラビットハンマーもありますからね。そうですね、さまざまな削り手段を持ってますブライアン。マキックカウンターヒット、これ3発でこのヘリです。コンボがちょっと難しいが、うまいダッシュ、前ダッシュストマック、ブライアン使いですね。そう、壁コンボでペペーンで壁コンボを決めた後は挑発が重なります。うわーやっちゃダメだった、その日1回目のジャックの右アッパーに対して最大強だろこれ、これです、これ、この後は挑発が重なる、起きちゃダメ、まあ、理屈ではそうですね、このジャックのアッパーに対してジェットアッパー返せるのが、まあ、この組み合わせの肝なんですけれども、はい、その狙ってもかなり難しいんですよね。そのセイントの打ちどころもいいはずなので、はい、よく入れましたよね。プレッシャーがあります、しかも1回目、体が温まっている証拠です。セイントはレイジだが逆転割れか、逆転してる、壁際右抜けてお互いレイジです。レイジドライブを打ちやすいのはブライアン、ドライブきた、取っていきましたね、レイジドライブのヒット率、まあ、動きたいくなるような距離位置で、はい、打っていきましたレイジドライブ、ちょっと納得のいかない表情のセイントであります。しかしこのセイント、グローバルチャンピオンシップ2013優勝後、2016年の公式世界大会も優勝、世界を2度取っております。まあ、韓国プレイヤーには珍しいと言いますか、どっちかというとその人読みとか読み合いの方で、はい、勝ち星を稼いできたプレイヤーですよね。うん、まあ、キャラクタージャックっていうのもあるんですけど、はい、まあ、反応速度とかではなく、なんかもっとその対極感というか、はい、そうですね、そこが優れているプレイヤーです。ジミーは世界的にも有名すぎるプレイヤーで、手合わせもこの2人は幾度となくしておりますから、はい、そういったセイントの強みが出れば、あるいはこの2試合目状況が全く変わることもありえますよね。だけど1試合目はその人読みをさせないぐらいジミーのプレイング精度が高かったというところでしょうかね。はい、精度がやっぱり、まあ、持ち味ですよね。そうです、サイボーグですからね、この男は。こういうのもね、開幕のピリオドシューターに対してもしっかりとした反撃、ブライアンの強み生かせてますよね。あーダメだダメなんだ、難しいはずなんだ、ま、できないはずなんだよ、なんでできるんだよ挑発ジェッパー。うわー右パンくはかっこよすぎる。いやこれ確かにできたらいいよ、できたらできたらそれみんなブライアン使うんだからそりゃそうだよ、できるから使ってるんですよ。なんで1船も猶予もない瞬間が一瞬で3回ぐらい訪れるのにできるんだよ。やっぱやり込みですよね、本当にもうとにかくやり込んでいる。はい、うますぎる、うますぎるこれもう完全に
ジャック対策ですよね。左横移動でハマーを避けて、はい、そこにジェットアッパー、まあ、今回シーズン2でこのハマーが横に弱くなったというところをつくために、はい、プレッシャーをかけて打たせてから左横移動してます。すごいな本当に。チョッピング、そしてこのチョッピングはね、その技に潰されない限りはジャックに打ちやすいんですよね、はい、さあどうする、下段届かない、あー遠い、わかります。この今まで結構ヒット率が高かったのでね、はい、レイズライブ早打ちで打っていきました。しかしセイントもさすがに対応、まあ、セイントもやっぱりこういう風にちょっとずつ試合重ねるごとにどんどん、はいはいはい、まあ、相手のその雰囲気をですね掴んでいくプレイヤーなんで、まだ全然そうですね、ミスターナップスも気が抜けないはずです。セイント、うおーほースコタクの精度が高い、あースコバックリーダー、ワンツーハイからの挑発を重ねるレシピ、起きてないよ、起きてダメ、フレーム、フレーム打っていく、追いついてきた、残った、どう響くか、どうだ、おお、マシンガンと見せかけて一瞬待っての左アッパー、いやセイントらしい空気になってきましたね。逆転することの方が多いですよねセイントは、はい、後半に強い、うん、勝負強いです、はい、この男、おっとワイルドスイング2発止めになってしまった、うわぁうまい、連覇じゃないんだよな、そのフォアだった、ちゃんと相模状態なの見てる、使い分けてる、マシンガンが使ったらジェッパー入れるんですよ同じ下段でも、ビッグブーツはフォアなんだね、ビッグブーツはフォア笑っちゃうなこれ、おい、うますぎて笑うってなかなかないんですけどね。しかしやはりこの後半の追い上げはセイント、はい、接近戦、うっ、プレッシャーがやばい、お互いうまいな、潰した、セイント、これはでかい、エルスラ、あいや強い、強いですね、やっぱりかなり淡々としています。なんかセイントらしい2試合目になりましたね、はい、そのジミー・ジェットランのいいところは出しているものの、もののですよ、結果としてはセイントは勝つっていう、やっぱりそのセイントは結果として勝つ、そうなんですよね、最後に立ってるのはセイントっていうのが、はい、らしいプレーでしたね、すごい成分化がしづらいうまさがセイントにはありますよね。まあ、でもそのハマーを横移動で避けられてジェットアッパー食らってるにもかかわらず、はい、そのハマーを生命線として打ち続けられる精神の強さありますかね、温めますよねハマーをね、うん、ハマーが警戒していると懐に潜り込まれてしまうので、そうなればジャックの下段が、各種下段がいきますから、はい、さあ決定戦になります。選ばれたのはハワード・エステート、狭いですよ、最初は狭い、襖を割るごとに広くなっていくステージ、これはおか右パン、めちゃめちゃ硬直少ないのに、まあ入れ込みという感じでも十分強い技ですからね、そうですね、しかし湯は怪しいですよ。そして今度は返していくセイント、ダブルアップですが、ここは軸がずれすぎた、プレッシャーをかけていきます、セイント追い返していくが、ミドルキックガードしている、リードはナップス、メルトダウンで踏みつけ有利だが、レイズドライバーアマレ、レイズドライバーアマレ8020フレームだぞ、8020ですよ勝負強さが発揮されましたジミー・ジェトラン、ミスターナップスがまずラウンド選手、そしてストバック2が再三カウンターで当たってますね、そうですね、ワンツースマッシュヒットの有利フレームを生かしました、ダブル2ダメージしてつないでいく、ここは遠いのでジェッパにはしていない、はい、え今のストバックってマッハパンチのケア嘘だろ嘘だろ嘘だと信じたい、でもセイントはレイ状態ですジミーだったらありえるんだけど、この2ラウンド目はどちらが取るか、追いかけるセイント、ミスターナップスは挑発ステップ、そして一発スマッシュから割り込めない連携を使っていく、このエルボースラッシュもいいですよね、発生14フレームなのでチョッピングをガードさせた後はかなり有効な選択肢です、はい、出し切ってるライトニングブロー、ジミー・ジェットランがトップ8にリーチをかけた、ハマー、しかしセイント、ここから返していくのがセイントです、逆境に強い男セイント、どうなる、おおうまい、スカカク気味、よくアウト、しかし反撃が安いんですよねジャックは、あまり許さない、ジャックワンツー、ジミー・ジェットランが連状態です、ドライブ潰した、いい逆ワンツー、どうなる、どうだ、届かない、おお左アッパー気合い息が詰まる1対2、そうなんですよね、普通にレイズドライブ打ち合ってれば、はい、ああやって逆ワンツーとか右パンに潰されるはずなんですよ、
まあ、当たってるシーンもかなり多かったです、はい、そして4ラウンド目、わー、リフトアッパー置いた、ダブル2からヘルつなぎ、減っている減っている減っている、壁行くぞ、壁持ち込み、起きたダメ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 、怖い、なんとか耐えた、スイート、どうだ、返せるか、まだギリギリレージではありません、壁だ、あー、マッハパンチセンター、強い、アメリカのジミー・ジェイソンがトップ8進出、セイントを破ってトップ8へと駆け上がりました、この男強い、内容がいい、内容良すぎる、内容がいい。